爬虫両生類学とは、爬虫類と両生類を対象とした動物学の一分野である。英語のハーアップタイルという語句は、爬虫類と両生類を含んだ意味で用いられる。爬虫両生類学では、変音動物の獅子動物を扱う。両生類の三小魚、イモリ、カエル、アシナシイモリや、爬虫類のヘビ、トカゲ、カメ、ムカシトカゲ、ワニなどが含まれる。 爬虫両生類学には二つの綱が含まれるが、これらは共に、平紋動物で、三生王とトカゲのようによく似た形態をしているものも、ある。しかし進化的に見ると必ずしも、密接に関連しているわけではない。両生類は三出に分かれた心臓を持ち、一生のほとんどを水辺で過ごす。また両生類は、分泌腺に富んだ皮膚を持ち、多くは捕食者を撃退するために毒液を出す。 生体は陸上生活が可能な体を持つが、妖精は原則としてエラを持ち、水中生活であり、生体になるときにはっきりした変態が行われる。卵には殻がなく、水中に散乱されるのが原則である。一方、爬虫類は防水性の乾いた皮膚を持ち、鱗で身を守っているが、分泌腺はほとんど持たない。多くの爬虫類は一生を通じて水辺では生活せず、 肺を持っている。爬虫類の心臓は産出だが、寝室がややしきられ、卵体制の海蛇を除いて、ほとんどが陸で産卵する。しかしすでに絶滅した種は異なった生態を持っていたものもある。脊椎動物の分類の上では、爬虫類、鳥類、哺乳類を有用膜類としてまとめることがあり、この観点でも両生類は大きな異質性を持っている。そうじて言えば、 この両者の共通点は、失種動物であることと、変温動物であることであるが、これらは明らかに、陸上脊椎動物における祖先的形質であるから、それを理由に、それらをまとめることの正当性を主張するのは、無理がある。にもかかわらずこれらをまとめる理由は、それ以外のものがまとめやすいからである。脊椎動物において、魚類、鳥類、哺乳類は、種数が多く、 それぞれに特徴がはっきりしているので、それぞれに単独の学問の形を取りやすい。しかし両生類、爬虫類は特に学問の進歩の主流であった。温帯域においては種数が少なく、したがって先の群のように区別して扱うのではなく、それらをまとめてしまうことが多かった。もちろん先に挙げた共通性があることもその理由にはなっている。 図鑑等においてもこの二つをまとめる例が多い。また、これらが古生代中生代に栄えた動物群の生き残りである、との印象もある。しかし、これらの動物の主たる分布地は熱帯域であり、そこでは種数もかなり多く、扱う内容ははるかに豊かである。特に両生類は環境の変化に敏感であるため、波中両生類学の研究は地球環境の変化を明らかにする。 また、爬虫類や、両生類が産生する毒素は、人間の薬として役立っている。現在でも、ある、ヘビ毒は、脳卒中や心臓発作の治療に使われる、抗業血剤を作るのに使われている。ありがとうございます。